がその前、攻撃的なポジションを取っています。今ラインいっぱいに張り出しているのは長友佑都です。パスが大迫に通る、スルーパスだ、長友抜けた、堂安も入っている、南野もいる、南野か、イランも必死に戻ってきました。ワンタッチじゃないのか今な、コーナーキックではないですか、ゴールキックですね、いやいい攻撃でしたね、うん、もうはい、ここに収まった瞬間にね、そうですね、いい展開でしたね、中にボールをつないでる間に相手の意識が中に行った瞬間、長友がいいタイミングで外に入っていきましたよね、ここね、最初1本伸ばしてセーブ、やっぱり1つ飛ばしたパスとかいうのがね、やっぱりいいと思いますね、キーパーからね。さあイランはこれがコーナーキックになります。これキーパーに向かってくるから、とにかく前入られないことですよね、はい、左利きのキッカーですから、日本のゴールに近っ、日本と、そしてイランです。これはいきなりコーナーキックという判定です。ハジサフィはハンドをアピールしているんです。でもレフリーそこで、え、ちょっと待ってください、今イエローカードが出て、少しビッシュ審が耳に手を一度やりました。イランの選手たちはおそらくハンドをアピールしたんだと思います。酒井宏樹にイエローカードが出されています。ただあそこ、こちらに蹴ってくるか、近い方のポストじゃないですか。デジャがストレート気味ボールを打ってきました。不規則なこう揺れをして、不規則な軌道でボールは飛んでいきました。すごい変化見せましたね、今ね、無回転でしたよね、はい、グループステージのイエメン戦の時はカーブをかけて巻いてくるボール、今度は柴崎、落ち着いています。速いボール入った、大迫前向いた、ワンタッチだ、南野タオルか、ファールだろ、ホイッスル上がっていない、南野が受けてた、追いついた、中に堂安、大迫待っている、いいボールだ、大迫終わった、決めたー、エースが決めたー、よし日本先制、諦めなかった南野から、最後はエースが決めてくれました、見事だね、南野が強かったですね、ここ白く、はい、よし、南野追いかける、さあ、ハンドしたのは大迫だ、そう、南野だ、南野ハンドじゃないのか、ハンドだ、ハンドだ、 PK だ、日本に PK、 自分が持っている全てをぶつけたいと話していた大迫勇也です。日本サポーターも祈るように見つめています。集中します、決めた、見たか、そんなポーズを見せました。さあ、そしてメッシに向かって大迫は走り出した、と浮かせる酒井、酒井、うん、キープして抜け出した、ボコにボールを入れた、さあ日本がまたボールを拾う、よし、もう一回細かいパスだ、そのまま行った、原口決めた、日本がファイナルを決定づける3点目、これが日本の強さです。ロシアのワールドカップで世界を、あの今映像はスローなんですが、画面ピッチ上ではちょっと今選手の接触があって揉めています。今イランの選手が、いや、ここは落ち着きたい日本、落ち着いていこう、落ち着いていこう、まず大迫をアズムンが倒すところがありました。そこから両チームの選手たちもエキサイト、大迫は今ほぼセンターサークルの中で倒れています。全くサッカーをやってもらいたいですね、今両チームの選手たちが少し入り乱れるような形になりました。まあ、今日はこのイランの大エースアズムンを日本がまあチーム一丸となって抑えてきました。いや、もうベンチの選手たちも戦っています。ただここは最後は落ち着いて、ビース出身も一旦日本両チームの選手たちを引き離しました。大迫は少し心配なんですね、右の足首を少し抑えています。立ち上がってはいます、大迫は立ち上がりました。それからアズムンに今イエローカードが出されました。まあもう、とは言っても3対0だからね、もう殴ってますからね、もう向こうはもう熱くなってるんでね、はい、アズムンはサッカーやってないですね、
イラつくのは分かりますけれども、何もできてないからね。そうなんですよ、自分の何もできないことをこういうことで訴えてるんですから、はい、まだまだですね。サッカーで戦い抜いてきたこの日本、今イエローカードが長友に対してイエローカードが出ました。なんかよくわかんないイエローカードだね。に対してもしかして何か言ったということなんでしょうか。まあ、1枚目であれば次の決勝を戦い抜きました。2大会ぶりにアジアカップをかけて。